真珠がやすくりリアラヤリーバイスレッツは、カヤツリグサの植物の一つ。果実が丸くて白いことでこの名がある。直立する間に数枚の葉をつけ、先端に葉を出す。全体に硬質な多年生の双本。地下茎はよく発達し、太く短い横相茎を出す。根茎には暗積色の輪片がある。地上に伸びる茎は地下茎から間をあけて直立し、 高さ70から100センチメートルに達する。茎は緑色で断面が明瞭な三角形で、鋭い量があり、下向きに著しくザラつく。直立形には、節が多く、節ごとに葉を出す。葉は、基部では鞘のみが発達し、上のものでは葉がよく発達し、長いものは果樹より長く伸びる。葉にはほぼ三脈が発達し、円はザラつく。 鞘にはよく発達した翼が出る。火器は7から10月。花除は茎の先端に出て、塩水花除をなす。巣とは洋状、小胞は針状。一部は2番目の節からも出て、文化除は長さ10から15センチメートルになる。コボにはオスコボとメスコボの区別があり、いずれも臨辺が暗石八色を帯びる。コボは多数の臨辺からなり、個々の臨辺は、 長さ4ミリメートル、狂乱形から卵形で先端は尖る。オスコボにはオシベ3本が、メスコボにはメシベ1つが含まれる。中等は3列する。果実は球形で計2 5ミリメートル、熟すると白くて光沢があり、表面に光子紋はないが、細かい毛が光子紋の形に出る。痩せカの基板は三角形で先端が尖る。和名の由来は、 果実が丸くて白いのを真珠に似ているとすることによる。本州では、伊豆半島伊勢三宅島と小笠原諸島、四国、九州と南西諸島に分布する。国外では、台湾、中国南部、インド、マレーシア、マリアナ諸島、オーストラリア、ミクロネシア、メラネシアに分布する。日当たりの、良い、湿った草地に生育する。大真珠ガヤは、 全体によく似ていてやや大柄。さやに翼がないことで、はっきりと区別できる。古ジュヶ谷ははるかに華奢な植物で、根茎も発達しない。特に利害はない。ただし、分布北限地域では、希少種として保護されている例もある。環境省のレッドデータでは、指定がないが、三重県、兵庫県、愛媛県、福岡県では絶滅危惧愛類に指定されている。また、 大阪府では絶滅したとされる。以下、主として、星のほか P532 巻の P776 巻の P776 佐竹ほか辺、P169。ありがとうございます。